信信じじようととまいと第二次世界大戦中主に欧州戦線で広まったアメリカ軍のジョーク落書きに「キルロイ・キタレリ」「キルロイ・ワズ・ヒア」というものがあるマサチューセッツの造船所にいた検査官実在の人物ジェームス・キルロイのチェックマークに由来するというのが一般的な見方であるだが どう見ても関連がなさそうな場所にまでその落書きは登場しており公式にはその由来は不明とされている米軍当局はこの落書きがあまりにも広範囲にわたって留守していたためこの落書きの起源についてかなりな規模の調査を行った書類調査のみならず多数の兵士へのインタビューを含む調査をもってしてもその起源を明らかにすることはできなかったそうだ ここのののの落書きのエピソードの一つにこんなものがある。太平洋戦線で米海軍特殊部隊の隊員が日本軍に占領されていた島に潜入した当然彼らより先にこの島に上陸した連合軍兵士はいないはずだっただが日本軍が使っていた建物の壁にはこの落書きが記されていたという。